はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。今日はね、昨日の動画であざみさんのさ、大会結果見たんですけど、まあ、この FWJ、まあ、NPC ワールドワイド、ディスカバリーチャンピオンシップス。これの、まあ、男子の結果をね、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、見るのは、ボディービルのチャンピオン、メンズフィジーク、オープンのね、各カテゴリーチャンピオン。で、まあ、クラシックフィジークですね。見たいと思います。まあ、これ昨日ね、動画作るときに上がってたらさ、まあ、それ使いながら話したかったんですけど、まあ、今見たらね、出てたので、まあ、今日はちょっとチャンピオンたちをね、見ようじゃないかと。まあ、ここからまたね、新たな IFBB プロ生まれてくるかもしれませんから、皆様要チェックで、ございます。あと、ま、これから大会出たいと思う方もね、まあ、こういう人がチャンピオンになるんだというところで、ぜひ、ご参考になればな、というところで。まあ、動画の中でね、ちょっとま、ハトクマの方で、まあ、見た感想なんかはね、喋れればと思いますが、皆様もね、まあ、各選手見た感想あれば、どんどんねコメント書いてください。はい、ということでここでちょっとすいません、PR のお時間で、ございます。いつもねごめんなさいね、ハトクマのことを非常にサポートいただいておりますネイチャーカンさんからですね、ついに期間限定の新たなプロテインが発売されました。ちょっと前はさ、お芋のねプロテインあったじゃないですか。今回はなんと完熟王バナナさんとのね、コラボプロテインが発売ということで、これハトクマ実際に飲んだんだけど、超うまい。バナナ好きにはね、たまんないと思います。逆にバナナ嫌いな人はね、100% 飲めない。それぐらいバナナです。まあ、筋トレしてる人ってさ、結構バナナ食う人多いと思うのよ。ゴールドジムにもバナナあるしね。これ皆様ぜひね、概要欄に今リンク貼ってありますので、まあ、期間限定買えばですね、なんかいろいろついてくるお得なキャンペーンとか、送料無料になるよとかあるらしいから、もう今のうちにチェックしてね、買っちゃいなよ。はい、ということで、まあ、今からね、まあ、各カテゴリー見ていきたいと思います。まずはね、まあ、ボディービルからいきたいなと。で、ボディービル優勝されたのが、松尾さんでございます。松尾健太郎選手。まあ、皆さんね、ご存知の方も多いと思います。なぜかといえば、まあ、多数プロクオリファイね、挑戦されてきたことがあるからで、ございます。そんなですね、松尾さん、今回ボディービル優勝、なされました。ちょっと前はですね、マッスルコンテストジャパンにも登場されまして、そちらでは、クラシックフィジークにね、挑戦されて、準優勝という結果でございました。おそらく、例年の動きを見る限りでは、まあ、5月のね、プロクオリファイに出るのではないかとちょっと思っているんですけれども、もし出なかったらね、申し訳ないんですけれども、そんな松尾さんの体を見ていきたいと思います。まずですね、松尾選手の強みというのは、もう下半身、あとは胸のボリュームですかね、ここなんじゃないかなと、ハトクマは思うわけよ。みんなどう？もうこの足の太さは、ほんとこの韓国の選手とか中国の選手ってさ、むちゃくちゃ足まん丸に太いじゃないですか。内側も特に外側の発達がね、とんでもないんですけど、この松尾さんは、その韓国選手に引きを取らないぐらいの足の発達っていうのがね、あるのではないかと。もうこの大腿四頭筋はね、もうすごい。何をどういうトレーニング気をつけられてね、ここまでになられていたのか、ぜひね、いつかインタビューさせていただきたい。そのトレーニングをね、見せていただきたいんですけど、ほんとこれ男の誇りだよ。このかっこよさが全部ね、この足の中に詰まってます。そんなね、足から、まあ、ウエストもですね、そこまでこう、太くなく、まあ、非常に細いウエストではないんですけれども、下半身がこれだけ太いので、まあ、ウエストも細く見え、そこから V テーパーのね、形があり、胸のね、ボリュームがしっかりとあると。胸のボリュームに関しても、特にポージングを撮っているわけではなく、これポージングにね、移行する時の写真なんだけど、この胸のさ、まん丸なこの下地でも、おっぱいだよ。言っていいかわかんない。おっぱい。いいだよ。これね、ほんとすごいよ、ほんとに。で、モンスターマスクらしたら、さらにその、おっがさ、もう目立つ。そんなね、お方でございました。まあ、今回のリージョナルの大会に関しては、その前に出られたですね、プロクオリファイ。あとは昨年のオリンピアマチュアジャパンと比較すると、若干コンディションは甘く見えたのかなというところはあったんですけれども、ただそれでもですね、しっかりと筋量がアピールされていて、まあ、この後のね、まあ、プロクオリファイというのはまた楽しみだなと思いますし、まあ、昨年との変化というところに関しましては、これはね、今回の大会ではなくて、プロクオリファイ同士の比較に、なるんですけれども、左がオリンピアアマチュアジャパン、右側が先月行われたマッスルコンテストになるんですけれども、こう見た時に、まず、こう見ていただきたいのは背中ですね。この僧帽筋から起立筋の厚み、この高さがですね、明らか右側の方が分厚くなっているというところで、より背中の 3D 感というのが増されているのではないかなと
思いました。まあ、左側の方がですね、まあ、これは写真の画質とか、まあ、ライティングとかもあると思うんですけど、ハムのカットとかね、お尻のストレーションというのは綺麗に入っていて、コンディションというところだけを見ると、昨年の11月の時の方が、まあ、良かったのかなっていう風にも見えたりはするんですけれども、着実に筋肉のサイズをね、増してきておりまして、やはりこれだけ下半身が強いとですね、若干上半身の筋量というところでアンバランスに見えてしまう。特にこの2頭3頭の太さというところ、あとは前腕ですね。このあたりがもう少し太くなって若干ハイラットなね、見た目を特にフロントダブルバイの時からはされているので、もう少しこの下の方からね、この脇につくような、このワイドな背中の広がりというのがついてきて、まあ、背中に追っつくとですね、いわゆるまあボディービル212のめちゃくちゃ強い選手みたいな見た目にね、なってくるんではないかというところで、まあ、非常に楽しみでございます。やっぱりこのボディービルも日本盛り上がってほしいから、まあ、非常に楽しみだったと。ちょっと長めにごめんなさい。やっぱね、ボディービルになると喋っちゃうんだけど、まあ、次クラシックフィジーク。クラシックフィジークはまあ、昨日のね、動画でもお話ししたので、まあ、ちょっとね、ちょこっとだけにはなるんですけれども、改めてあざみさんのね、体を皆さん見ていただきたいんですが、やっぱりね、もう上半身の筋量はすごいよ。特にさ、だから、メンズフィジークでももちろんね、腕って見えるんだけど、やっぱまあ手を添えたりする、まあだけといえばだけじゃないですか。こういうポージングを見た時にこんなに腕太いのかと、ハトクマはやっぱりね、思ったので、腹筋もともと強みですが、マジでバッキバキ、溝も深くて面積もでかいし、で、腹斜筋のカットもすごいし、というところで、皆さんね、思っていただきたいのは、まあクラシックフィジーク、まあほぼデビューですよ。まあこっから、まあ作り込まれていくんだと思うんです。なんでかって言ったら、だって動画を見たらだよ、その中だけを見たら、もともとはメンズフィジークに出るためにやられてたわけですもん。で、途中からクラシックにね、まあ、コーチもついて変えられたわけじゃないですか。だから、まあ、こっから、ま、下半身含め、ポージング含め、どんどん進化していくわけですよ。あざみさんって絶対。もう、超楽しみ、マジで。本当に、昨日の動画でも言ったけど、まあ、その最近はさ、やっぱ身長高い選手が、まあ、ブレア・アンスリーとかいるけどさ、昔だったらアラシュラーバ、ダニー・オーナンとかさ、ダニー・ヘスターとか、ああいう選手がいたわけじゃないですか。そういう人物にね、あざみさんもなるんじゃないかって、ところで、めちゃ楽しみだよ、これは。あざみさんのクラシック転向はね、本当に嬉しいニュースだと思う、この日本のフィットネス界で。はい、というところでございます。ただですね、まあ、今回の大会に関しては、まあ、準優勝というところでございまして、まあ、優勝したのが、どなたでしたかというと、こちらのね、選手でございます。杉山博也選手ですね。この方は、この画像通りですとね、2022年のオリンピアマチュアジャパンにも登場されていて、その時はクラス準優勝だったんですが、この方なんかやっぱりですね、手足の長さを生かし、かつコンディションがね、もう抜群に良かったと。コンディションが抜群によく筋肉のですね、メリハリ、足のカットなんかもですね、どのポージングをとっている時にでもしっかりと入っている。やっぱりこのポージングによって若干その足のカットが見えにくい動向っていうのはあると思うんです。例えば、まあ、ラモンロカをね、ちょっと引っ張り出しました。なんでラモンにしたのかっていうのはハトクマでもよく分かってないんですが、まあ、フロントダブルバイと、このですね、サイドトライセプスを見せるポージングっていう時には、やはり足のカットの出方っていうのが若干違っていて、フロントダブルバイの方がしっかりと綺麗にね、入ってはいるんです。なので、まあ、フロントダブルバイ、アブドミナル&サイ、このあたりがね、やっぱり足のカットは出やすいのかなと思うんですが、ただトップ選手ですね、それ以外のポージングでもしっかりと足のカットは出ていると。そういうショットが多いんです。で、このですね、ヒロヤ選手に関しましても、しっかりとですね、足のカットというのが、まあ、フロントダブルバイもそうだし、他のポージングでも綺麗に入っている。フェイバリットクラシックポーズでも綺麗に入っているってところで、しっかりと絞り切っているっていうのがね、見てわかるのではないかと思います。またちょっとアップの画像にはなりますが、このバキュームを非常に深くね、吸い込んでいて、このウエストの細さと、背中とか胸のこの厚みっていうのが、まあ、際立っておりますし、やっぱりこの V テーパーのね、形っていうのも非常に綺麗な逆三角形で、まあ、素晴らしいんではないかなと。そして、2年前との体の比較というところで若干ポージングは変わりますが、ここに関してもですね、サイズという部分がかなり変わってきております。特にまあ背中の広がりであったり胸のボリュームですね、このあたりが本当に進化されてきていて、5月のプロクオリファイにもね、おそらく挑戦されますので、皆様ぜひね、ご注目いただければと思います。今後の楽しみという部分に関しては、それでもですね、あざみさんとかと今回こうやって比較した時にサイズの部分というところで少しやはりこう薄く見えてしまう、細く見えてしまうっていうポーズっていうのはあったのかなとは思いますので、このウエストの細さ、背中の広がりなんかを保ちながら、よりですね、外に広がる背中であったり、よりこの丸く見える胸であったりですとか、下に垂れ下がるような三頭筋、そういったところがついてきたりすると、この手足プロポーションを生かしたね、もうザ・クラシックフィジック選手みたいになってくんじゃないかというところで、ハトクマはめちゃくちゃ楽しみにしております。で、まあざみさんに関しては、先ほどのその足のカットの部分ですね、足の太さやカットに関してはあざみさん自身ですね、ちょっと弱点という形で
おっしゃってはいたんですけれども、まあ、今回チャンピオンになった選手と比較すると、やはりポージングによってはカットがあまり入っていないように見えてしまったり、あとはまあ太さというところでやはり上半身にねすごい筋量があるように見えてしまうので、このあたりのアンバランスさというのがやはりあったのかなというような気はいたしました。ただ先ほども言った通り、アザメさんですね、やっぱり経験もありますし、絞り切る力っていうのはありますし、筋量というところはもちろんね、もう上半身は特に持ち合わせておりますので、ここからですね、まあ、ボディービル、クラシック両方ですね、ハトクマはぜひ見ていきたいと。メンズフィジークも見たいけど、こっちも見ていきたい、そう思いました。はい、ということで、まあ、ここのボリュームすごいんだけど、ごめんね、あのメンズフィジークもね、見ていきたいと思います。で、メンズフィジークは今回3クラスだけね、ありました。まずクラス A 優勝されたのが工藤哲平さんという方で、ございます。で、この方に関してはですね、以前もね大会に出られていたんですが、その時からですね、腹筋、ここがとにかく強い、そして左右対称で綺麗なシックスパックを持たれております。で、今回の大会に関しても腹斜筋のカット、腹筋のねこの溝の深さというところがしっかりと、まあ、入っておりまして、肩の張り出しもあるし、そしてバックポーズを取っている時もですね、まあ、絞り切っているからこそ出てくるこの肩のここのさ、これなんていうの、ここしっかり出てますし、三頭筋のカットも出ていて、僧帽筋から切り付きの盛り上がり、そして V テーパー、まあ、逆三角形の形も出ておりますので、まあ、非常に素晴らしいプロポーションだったと思います。そしてですね、クラス B 優勝されたのが中山幸喜さんという方でございます。今度この方に関してはですね、先ほどの工藤さんと比べると腹筋っていうのはですね、若干ちょっとこうぼやっと見えやすいと言いますか、工藤さんほどしっかりと、まあ、シックスパックがねこう割れて見えるタイプではないんですが、まあ、その工藤さん以上に、まあ、筋量っていうところでね結構見せつけてきていたのではないかと思います。まあ、各クラスのチャンピオンですので、もちろんねその数十名いた中での、まあ、チャンピオンにはなるんですけれども、いわゆるオーバーオール審査みたいなねところで見ていった時で言うと、まあ、工藤さんの方がミッドセクションはね勝っていたと思いますが、胸のねこの面積の広さ、そしてそこでかつボリュームがある、でバックポーズを取っている時の背中の厚みですね、こういったまあ筋量の部分で勝っていたのではないかなというふうに思いました。で、最後ですね、クラス C かな、優勝されたのが細川よしきさんという方で、この方がオーバーオール優勝もね掴まれて、おりました。で、この方がですね、今度その逆三角形の見た目というところに関しては、一番その V テーパーはちょっと狭めに見えるタイプなんですけれども、腹筋がねとにかく強い、あとは大胸筋中部下部のね発達がすごいというところと、まあ、腕の太さであったりとか筋量が一番ある、まあ、ごついなっていう印象がねとにかく強い選手でした。前から見た時の広背筋のねこの広がりなんかも一番見えておりますし、本当亀の甲羅を背負っているような、まあ、見た目というところで、まあ、この3人で比べた時に V シェイプの形で言うと、まあ、クラス AB、まあ、左端の方、真ん中の方の方が、まあ、綺麗なプロポーションはしているのかなっていうふうには思ったんですが、やっぱり腹筋の作り込みであったりとか、胸のボリュームであったりとか、シルエットだけではなくて光を当ててみた時の、まあ、トータルバランスっていうところでね勝られたのではないかなと。バックポーズを取っている時に関してはフロントポーズ以上にですね V シェイプの形っていうのは際立っておりましたので、ここに関してはむしろね V シェイプ勝負はまあ同じぐらいかなっていうところ、同じぐらいで、かつやはりですね、まあ、肩のこの後ろ側、リア側のね張り出しも目立ちますし、背中のね切りつきまでのこの盛り上がり、凹凸感っていうのも目立っておりますので、まあ、この前後ろで見た時のバランス、そして、まあ、筋量っていうところかな、まあ、そういったところでねオーバー優勝されたのかな、どうなのかなみたいな感じで思ったんですけど、皆様はいかがでしょうか。はい、こちらがねメンズフィジークの結果でございました。どの選手もおそらくねプロクオリファイには挑戦されたことなくて、今までずっとねリージョナルの選手たちではあるとは思うんですが、ただですね、まあ、非常にこういった選手たちも今後ねプロクオリファイに出てくる可能性もありますし、まあ、要チェック、そしてまあ大会に出る方はねこういった方がまあチャンピオンになるんだなというところで、まあ、個人的に思ったのはやっぱり腹筋の作り込みですね。ここがやっぱりしっかりと作り込まれているかどうかっていうところで、このあたりリージョナルの大会はね、まあ、決まってくるのかな。それこそやっぱりプロクオリファイに出るような、まあ、優勝するような選手でも、まあ、ちょっとコンディションが甘めで腹筋っていうのがぼやっと見えてしまうと、それよりサイズはなくてもしっかりとね腹筋がボコボコしていて、V シェイプの形が整われている選手がやっぱ勝っていくっていう印象がねメンズフィジークはある。まあプロの世界でもやはりサイズ勝負ではなくなってきているので、まあ非常にね面白いなと思いました。面白いし難しいなって思うんだけどね。はい、ということで今回はですね FWJ 初戦となりましたディスカバリーチャンピオンシップスの結果について動画にさせていただきました。まあ今後ねこういった感じで、まあ FWJ の大会とか他のねカテゴリーの大会なんかもどんどん勉強しながら見ていって皆様にお届けしていきたいなと思いますので、まあこれ見たいあれ見たいとかねあったらぜひコメント欄書いてください。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ハトクマチャンネルの登録と高評価のクリックもお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様バイチャ。